はい、ということでおはようございます。おはようございます。いろいろとありまして、イタリアはミラノの事務所に来ているぜ。いろいろありましたなぁ。はい、そんなわけでですね。我々はここイタリアで、ゼロからのやり直し、修行の旅に出たいと思うのだぜ。サムライトラックは？ねえよ、ゼロから修行だっつってんだろ、うお。そういうことですか。根性を叩き直す旅です。トラックを失った我々は、片道ドライバーとして輸送会社に雇ってもらい、いただいたお仕事をありがたくやらせていただくぜ。ドライバーとしての腕を上げて、危険物など貨物を問わずどこまででも運べる、スーパーマンジュードライバーを目指すんだ。そしてサムライトラックを取り戻すってわけね。その通り。どうしてください。借り物のトラックだから、毎回乗り心地が違うのね。プロは道具を選ばないのです。何でも乗れるうんちゃんになるんだぜ。よし、では出発。さあ久々に始まりました。ユーロトラックシミュレーター2で巡るヨーロッパ24カ国ハートブレイク武者修行編。イタリアミラノで運送会社を起こしたものの、トラック、お金、信用を丸ごと失った我々は、ここミラノから武者修行の旅に出ることを決意した。再び侍を背負って走るために、朝から晩まで運んで運びまくる。目指すは欧州全都市制覇。はい、そうどうでしょう。ヨーロッパ24カ国完全制覇の旅、武者修行編。よし決まった。なんか、お食事休憩の時間もなしって噂は、本当なのかしら。本当です。武者修行ですから。いや武者もご飯は食べるでしょうよ。休憩は配送の道中で取るしかないですね。自前のトラックがないんで、一つ仕事終わったら、その直後から次の仕事が入るんだぜ。侍トラックを持ってた時みたいに、昼間だけ運転して夜は休憩とか、そういう自由はないからな。ま、気分転換にはそれでもいいけどね。初回の行き先はベローナです。コンテナには美味しいプロシュットが満載となっております。お腹空いたら奪って食べてやるわ。豚箱行きだぞ。豚肉だけに誰がうまいことを言えと。とにもかくにもシムズ4に復帰するために心の整理をつけるのだ。まずは綺麗な景色を見て癒されましょう。このゲームは各地のランドマークが見られる場所があるのですが、それが街の中心にあるとは限らず、全ての道を走ってみないとどこにあるのかわかんない、そんなゲームなのです。なんか前に、ちらっと遺跡を見たことがあった気がするわ。イタリアはそういうポイントがたくさんあるからな。とにかく走り回るのです。それがみんなのためになるのです。わかったわよ。ベローナって、なんか聞いたことあるわね。そうか？赤い看板のカフェじゃなかった？それベローチェじゃねえ？あ、そうだった。ベローナはロミオとジュリエットですね。おマジか。おーロミオ、あなたはどうしてロミオなの？そんなこと本人に聞いたってわかんないわよね。いやそういう意味じゃねえよ。敵対してるお家のイケメンと恋に落ちちゃったから、なんでだよって、そういう乙女心で言ってんだよ。そういえばシムズ2にベローナビルっていう街があって、ロミオとジュリエットが住んでましたよ。恋ってのは反対されると燃え上がるもんなのかしらね。この時期にその話は微妙ですけど。確かに微妙だ。ちゃんと前見て運転しろよ。わかってるわかってる。ちなみに、ウプ主曰くこの動画は寝る前に見ると、よく眠れるらしいぜ。どういうことなのよ。なんかわかんないけど、めちゃくちゃ眠くなるんですよ。同じ方向に流れる景色を見てると、眠くなるもんなのかな。あ、飛行機。近くに空港があるのかしら？今回のルートですと、ベルガモという大きな町がありますね。おお、空港があるぜ。オーリオ・アルセイリオ空港。2014年に世界最悪の空港ランキングで堂々の8位に輝いた空港でした。恐ろしいランキングだぜ。あ、電光掲示板になんか書いてあるんだけど。安全運転、だそうです。なんて読むの、あれ。グイダーレコンプレデインサ。1ミリもわかんないわね。グイダーレが運転で、コンプレデインサか、注意してって書いてある。読み方はそんなに難しくないんだけどな。お、料金所だな。グイダーレコンプレデインサ。わかってるわよ。撮影前に試運転してた時、この人料金所に突っ込みました。わははははは。自分でもびっくりしちゃったわよ。ズガーン。すごい音するわ。ハンドルはビリビリするわ。ある意味借り物のトラックでよかったわ。
このトラック、音静かだし運転しやすいわよ。サムライトラックはうるさかったからな。うるさいし、コンテナ積んでると坂道全然登らないし。がっつりお金貯めて、いいトラックを買いたいわ。借金しないで現金で買いたいよな。ジュラルミンケースをパカッと開けてさ、支払いは現金でって言ってみたいものだぜ。まあ見てなさいよ。これ、レベルが上がると危険物が運べるようになったり、長距離の配送だと料金割増しとかできるから、稼ぎまくってやるわ。やばい、ほんと眠くなってくるな。でしょ？なかなか寝つけない時とか、この動画見て寝ようかと思って。てっきり通勤通学の恐怖の3密満員電車とかで、リラックスしてね、とか言うんだろうと思ってたぜ。多分誰も喋ってない時に眠気が来るんでしょ。そうそう。じゃ、今から安眠タイムです。私が寂しいじゃないのよ。いやいや、寝るのは視聴者の皆さんね。私は起きててやるぜ。なんか気持ちいいわね。やっぱ外に出て正解。外のような、家のような。ウィズコロナの時代は、これが旅のスタンダードになるかもしれないわよ。お、もうすぐベローナに着くぜ。あ、前方にランベルティの塔が見えてますよ。ちっちゃい、ちっちゃいけど。ちっちゃくてもいい？私は今、ベローナに来ています。絶対に、あの辺りが観光スポットでしょ。間違いないな。ベローナは街全体が世界遺産だそうですよ。
もう少しですよ。気抜くなよ。大丈夫、私は眠くないから。ちょっとそこのカリカリキュウリ、ふ。ポリポリ大根なんですけど、起きてますよ。観光スポットを目の前に、納品かよ。文句言うな、修行だろ。ふえぇ、ってことで到着でーす。お疲れ様でした。多分視聴者さんはもう寝てるから、起こさないようにそーっと終わろう。そうしましょ。それでは皆さん、良い夢を。おやすみなさい。